はい、ピースケでサクスペやっていきますということで、ガチャ解説していきたいと思います。パープロの日スペシャルガチャでございます。はい、でレイリーですね、強くレイリーが来ております。ソウル改革パワー型上限、の、心眼と、なんだっけ、オーバークロセ、はい、両方確定かな、はい、になっております。はい、で、まあ、バナーで同じ総力改革の縦橋とかタダスちゃんとかバリスタが入っております。はい、ピックアップも、まあ、アイラとかピンクとかかな、使うキャラで言うとね、使うキャラで言うとアイラとかピンクとかが入っておりますという感じです。はい、まあ、あとゼンザイかな、ゼンザイ、モルモトはもうそろそろ使わなくなっちゃうかもしれないですけど、はいですね、あとは使わないかな。はい、まあ、復帰ももうすぐって感じですね。はい、で、まあレイリーですよね。まあレイリーがめちゃくちゃ使うキャラでっていうことなんですよね。で、まあ来週多分選択権付きの新キャラ限定キャラの、ガチャが多分来る。まあ同じ100連なのかなって感じがするんですけど、ということです。はい、まあ、ただ、この子自体がめちゃくちゃ使うっていうところなので、まあ、引ける人は引いてほしいかなっていうふうに思っております。はい、逆に次の来週来る限定キャラの方がちょっとまあ使うかどうかよくわかんないキャラではあるので、まあ、あと選択権の内容もどうなんでしょうっていう、選択権も、まあ、もしかしたらそんなに使うキャラいない可能性が結構高いので、まあ、この後エビルの強化が来たり、まあエジプト、まあ、闘争の環境はもう揃っちゃってると思うので、まあ、強いて言えば守備上限のなんか強いキャラですね。はい、あのちーちゃんが使いづらいというところで、ちーちゃんを修正してくれるのが一番ね、運営さん的には優しいかなと思うんですけど、絶対そんなことしないと思うので、っていう感じかな。まあ、あとはピッチャーで急速変化、あと大神くんとかかな、可能性としてありそうなのは、大神くんとかかな、強いキャラで言うと、急速変化のなんかめちゃくちゃ強いやつで、まあ、グッサンみたいにイベント重くないやつですね。旧キャラのワールドキャラとかじゃない感じだと、まあありがたいかなって感じなんですけど、なので、まあ早めに PSR 引いて撤退できるっていうのがまあ理想的ではあるんですけど、できれば引いておきたいキャラになっていると。だから結構考えてっていうか、どうやって引いてもらうかみたいな、その考えてやってるなーって感じが。多分安石とかも来るので、来てるよねパワプロの日って、あの年末みたいな松茸梅みたいなやつ、来てたと思うので、それも遅らせてるとそれも遅らせてて、しかもパワープロの日に終わるパワープロの日スペシャルガチャというね、はい、感じなので、そうですね、できれば引きたいけど、なんか引かざるを得ないみたいな感じになってるかなっていうふうに思います。はい、まあ、性能は、まあ、今後めちゃくちゃ使うキャラではあるので、まあ、エジプトでドモンの別バージョンが来ると一回消えて、シラスでまた帰ってくるって感じかな。はい、で、まあ、ピエロはまあ闘争が一番主ではあるんだけど、まあ、性能がやっぱ高いので、急にねどっかの環境でアプリとかでねいきなり復活する可能性はあるキャラなので、って感じですね。難しいね難しいね、本当な、50にできてるのが奇跡なぐらい、野球マスクしかりって感じなので、まあだから不確定要素が低いっていうとこかな。新キャラに関しては普通に強いので、引ける人は引いてほしいなっていう感じです。はい、ただその来週に関しては、あの強いかどうかがね全く分かんないので、使わない可能性の方があると。で、厳選の選択権の中にも、この今後ね
今後の環境で使うかどうかが、何とも言えない多分厳選になるとは思ってるので個人的には、うん、いないと思うんだよね。結構いろいろ考えてみたんですけど、タコももう使わなくなるし、まあ、ドモンも別バージョンマッチでしょ、とりあえず。まあ、闘争使えなくはないんですけど、うん、そうだね、思い浮かばない。なんか選択権でこいつ引いときたいなみたいな、うん、のあんま思い浮かばないので、うん、キリルぐらいかな。キリル入ってんのかな、まあ、キリルが厳選で来週入ってる可能性があるので、まあ、そうなると結構厳選系はその両脇多分強いと思うんですよね、うん、その新キャラとキリルと野球マスクとかだったら、全然引いていい感じになっちゃうので、うん、そうですね、まあ、よりお得に引きたい人は来週の方がいいのかなっていう、はい、感じだとは思います、はい、っていうとこだね。まあ、だから 100% 引くキャラがもう一本釣りみたいになってきてるっていうとこですね最近、うん、なので、まあ、結構たくさん引かざるを得ない状況ではあると思うんですけど、はい、まあ、あとはもう難しくなってきてんな難しくなってきてはいるんですけど、うん、ちょっとあの内容変えてきてるのでそんな感じです。はい、まあ、だからよ、うん、まあ、来週かな、うん、キリルがあれで終わるとは思わないんですよね。あの200個で、12分の15分のなんかとかで来てたと思うんですけど、あれもう一回多分来るはずなので、スパン短いですけどね、うん、っていうところを期待してって感じかな。まあ、多分入れ替えになっちゃうと思うんでね、引いといて、まあ、SR だけでも確保しておいてほしいかなと思うんですけど、うん、そんな感じです。なので、まあ、無理しない程度にね、はい、まあ、すぐ環境は変わっていっちゃうとは思うんで、うん、なかなか悩ましい、はい、パワハラの日ですけど、はい、絶対流行んないね、こんな悪口絶対流行んないと思うんだけど、はい、俺は個人的にパワープロの日はもうユーザーに対するパワハラの日だと思っているので、はい、こんな感じです。はい、以上です。はい、で、友沢くんもらえる人は今のうちにもらっておきましょうという、はい、感じでございます。以上、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、では皆さん、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。